緊急企画、企画がないからただ喋りましたスペシャル。というわけですね、はい、私が単独の、ね、はい、1週間前ということで、はい、なかなか動画がね、進まないわけですよ、うん、これで、YouTube のね、はい、コメント欄にさ、はい、文句ばっか書いてるやつがいるからさ、とりあえず今日はこいつらがいたから緊急企画ということで企画がないから、はい、ただ喋りましたっていう緊急企画、企画がないからただ喋りましたっていうコーナーっていう、あ、そうなんだね、っていう感じでやる。今日は永井秀和さんではないということ。永井秀和お前なあ、俺やってたら結局さ、そんなお前、はい、あれでな、ただで見えるから文句言ってんだよ結局資料とか、ただで見といて、うん、不手野郎ですね。だから俺がさ、金取ってんだったらさ、別に文句言ったっていいよ、うん、つまんねつまんねつ、金返せ、そう、うん、何も払ってねえやつがさあれまだ今日もこれかやつつまんねつまんねってやつさおかしいですね、なあ、うん、まあ、そうだよ。でもそれだけ生活の一部になってしまってるということでしょうね、うん、スター、メディア、うん、まあ、スター、メディア王と言われてメディア王なの、あなたメディア王もうすっかりそう言われてしまいました。ダウンタウンさんとかじゃないんだ、メディア王は。まあ、まあ、その辺をね、いじると大変なことですからいじってはいないよ、僕ねえ、最近あれでしょ、うん、アリタジェネーションに、ね、いやそうだよ、引っ張りだわ、うん、いやもう大変ですよ、今ずいぶん変わっちゃったらしいじゃん。何が大変なの、うん、もう周りの嫉妬の目がひどくて、嫉妬の目、いやもうこの辺がですね、この辺がもうあることないこと言うわけですよ。何言ってた、あいつは天狗になってるだろ、天狗だもんね、だってね、すでに天狗じゃないですよ、ですよ、天狗になるようなことがないんですよ。天狗が履くような履物履いてたよ、下駄履いてるだけでしょバカ高いやつな、うん、あの値段が高いなくて、そのすげえ高さが高いやつ、歩きにくそうにしてたじゃん、1枚そんな高いの履いて、うん、都内歩けないんですよ。変なこう葉っぱのうちわも、熱い熱いって全然風来ねえ葉っぱのうちわ、だってさ、もうそれ天狗ですよ、それ本当、うん、なんかここに六角形の乗っけてたよ六角形のうんこ乗っけてたじゃん。いや意味が分かんないけど、あと天狗熱天狗に近い言葉ってだけでしょ。天狗熱と天狗はもう似て似つか全く違うもんですからね、あれは。空目しちゃいますけどね、文字で見ると。天狗熱。でもあれなんか毎週出てるわけじゃない。まあそのただその取りだめですから。うん、いや取りだめでも一応毎週出てるわけじゃない。はい、どうなんか買った？そうですね。最近のちょっとその。声をかけられることも、誰に、小次に多分それ違う目的で声かけてると思います、ね、ほもりたいってことほもりたいはずないいや、小次だってそれはね、うん、相手を選ぶと思います。いや、ほ、俺ホモに大人気じゃん、うん、いや、それはホモだし、いやいや、ホモじゃないですあ、違ったの、ね、違うわ、それは。どっち、じゃあ、掘る方、うん、いやそれは掘る方か掘られる方っつったらもうホモ前提での話じゃないですか、うん、ホモじゃないんですよ。ホモじゃない、じゃあ何を。いやいや、こっちでもないけど、まあ、こっちでもなく、うん、こっちでも話よ、私はどっちだよ、これなんだいじれない宗教のやつ、いよいよいじれないじゃないか、そういうこと、一番いじれないお前が一番ダメじゃねえか。いやいや、宗教こっちだよってなんだよ、それは言えないよ。師匠はでもこういう会話だってやっぱ気使うんじゃないですか。いや、それ気使うよ、だってこれだってお前なだ結構見てんだよ。いや、今ホモも怖いらしいですよ、またピーならピーでいい。あれだってあれはメディ一応地上波でしょ。はい、これは別にいいじゃない。あ、大丈夫なんですね。いやー、今すげえうるせえって聞きますよ。聞くね。なんか一気に言いましちゃって。何にしたってこういうのだってもう騒ぎ立てられたらもう終わりですからね。うん、終わり？そりゃそうですよ、うん。あいつがあんなこと言ってたなんて言ったらもう終わりですよ。じゃあ俺がいつもお前らに LINE してるやつもあれがバレたら終わりですよ。ネットでも珍宝のアップの写真は終わりですよ。僕らに毎日送ってくる。もうね。辛抱の写真の横から顔出してひょっこりはんじゃないですから師匠辛抱ひょっこりはんなんて辛抱ひょっこりはんひょっこり辛抱
そんなやつはメディアに出れない。そういう画像が送られてきたんですけどね、うん、最初もう ねあれチンボに見えなかった。ヘルメットだと思った。一瞬ヘルメットかなと思って。手にあったもんね。手にあってでもこんな色のヘルメットってあんのかなと思った。肌色のね。肌色の、うん、よーく見たらヘルメットなのにヒビが入ってる。おかしいな。尿道だった。叩いちゃったのかな、割れちゃったのかな、よく見たら尿道だった。頭守れないなと思ったら、頭じゃなくて、気筒守るやつですから、ね、気筒のドアップだったって。気筒のドアップですからね。あれ、バカ気持ち悪いですよ。匂い立つ画像ですね。だってさ、お前らがさ、はい、何こう LINE で会話しててさ、はい、イエーイみたいなことを言うからじゃない。腹立つ。腹立ったから仕返ししてやろうと思って。ゲームも何もないです。嬉しがっちゃダメだよ。だってこう先輩とそういう LINE のしてるの嬉しがっちゃダメだって。いや、それね、やっぱ師匠、変な、それは性癖ですよ。先輩にね、の前で嬉しがっちゃいけないっていうのは、うん、僕らの幸せが大嫌いなんでしょ。大嫌い。多分それはコアな考えですよ。でも俺は全然ホモじゃないんですよ、うん、全然ホモじゃなくて、はい、ね、ホモじゃないけど、はい、あのゆっくんちゃんとかキリの野草があの嫌がるんだったら、はい、チンチンを加えさせてもいいから。うわー、頑張ってくなりー。いや、もうチンチンどういう考えなんですかね。ホモじゃないんですよ。自分は加え、おじさんにチンボを加えられるっていう嫌さがあるけど、うんうん、それ以上に僕らが嫌だから嫌がったら嬉しい。考えられへん。うちでお金出しますんで、カウンセリング受けてもらってほしい。あ、カウンセリング、なるほど。僕親父にチンボを口に含まれたくねえですよ。気持ち悪い。チンボをその加えさせたくもないし、加えたくもないし、うんうん、何より相手を不快にさせたいっていう願望が僕はないです、ね、あるじゃん、お前は。あるですよ。あるあるね。だってお前の言うと全部みんな全お客さん全員不快になってるから、うん、ツイッター見るとみんなムカついてる。不快話だ。いやいやいや、それは視聴率取れないですよ。そんな不快深い話だよ、不快、うん、深い深い、ね、いや、スポンサーよくつきますね。何コンセプト何なのって相手を不快にする。よし、お金出そうなんてならないよ、そんな。CM 効果あるよ、そういうの。いや、ないぞ。でもカイジのね、はい、カイジのあの一番上の悪いボスは全部そういう感じのスポンサーだから。だからあれ、師匠の感覚にそっくりなんですよ。あのカイジの親玉と師匠の感覚が、うん、ニヤニヤね、人がいやあの苦しがってるところをニヤニヤでワイン飲んでる。いや、よだれだれ。いやー、だからやっぱそういう考えの人っているんですよね、うん、本当に。うん、そうね、ですね、うん、そうだね。人をね、楽しませたくて私はもう芸人やってるところありますから。そう、いや、そじゃあもっとなんかネタがね、もっとあのご機嫌を伺うようなネタじゃないじゃん、いつも。まあ、耳の痛い話になってきましたけど、だって何かしら寄り目とクソじゃん。そう、うんうんこを必ずネタに登場させてたな。いやいやいや、今はもうやってる。不快だった。もううんこは出してないです、ね。出してない。うんこはもう朝トイレ出すだけです。もう劇場では出しません。劇場では出さない。マリジェネでも出してよ。そういうわけねえからよ。バズるよ、また。バズる。いや、バズる。バズりたくてやってんじゃない。うん、楽しませたい。皆さんを幸せにさせたい。幸せにさせたい。そういう気持ちです。うん、面白いこと、あ、こんな面白いことがあるんですね、世の中にはっていう。そういう提案ですね。じゃあ みんながみんお前がみんなに、はい、みんなが幸せな気持ちにさせたいってことでしょ。はい、じゃあ俺がチンチンをさ出してさお前にさ顔画面塗りたくるっていうやつだったらみんな幸せになるよ。ならないでしょ、そんな気持ち悪い。どこでアンケート取ってんの。ちゃんとアンケート取ってください。そんなアンケートはないです。それ塗りたくる瞬間は取れないから、別室で塗りたくってきて、で、キュー気持ち悪かったって言ったらすげえ喜ぶ。、うん、それを喜んでる人たちを僕は喜ばせたくないんです。もっと自然な人です。自然な人、もっとその一般ごく一般的にお笑いが好きな人たちを楽しませたいですね。もう無理じゃん、そんな。だってそんなチンコを顔に塗りたくってギャーッ。なんでそんな喜ばせなきゃいけないんですか。そういう人たちなんかどうせ俺が死ぬところを見ては喜ぶ。
血を見て喜ぶような人はね、喜ばしちゃいけませんよ。そうか、そうですよ。ああ、そんな心持ちだったんだ。もちろん、うん、誤解してたよまあまあ、桐野君はまあこういう感じで、あ、ゆくんちゃんは私はやっぱ不快、不快、お客さんに不快をお届けして、不快をお届けしたい、はい、お届けしたい、したい、は、は、はですだってもうこびててもさ、うん、結局誰も応援してくれないんですわ。ああ、うん、そうか、昔がそうこびてたもんね。はい、こびこび天国、そう、ラバーソウルっていうコンビで、うん、ユッピーだよーって可愛いこぶってたけど、うん、誰も応援してくれないもうお客さんの顔にクソぶんだけどなんだか悲しいですよ。ウィンウィンの関係ですよ。いや、ウィンではないですよ。お客さんの顔にクソぶっかけてんの。ぶっかけたいですねお客さんの顔にクソぶっかけ単独ライブをかけたい。まあ本当にその気持ちもわからなくはないんですよ、うん、僕だってもう昔は本当に誰一人見向きもせず、うん、もう心の闇だけが深くなっていった時期もありますけどね。まあね、いじけてたよね、毎日。毎日。去年だっけそれ。そうですね、去年だってもう本当に。去年一回もテレビ出なかったっけ。去年は出てないですね、一回も。オーディションもゼロになりました。お去年に。で、いじけちゃってな。うん、もういじけすぎて、いじけすぎて、気がついたらでんぐり返ししましたからね。つまんねえな。ぐー。で下を見すぎて、あ、こうやってこうなっていくんだでしょ。森光子か、お前森光子がキリノブレ、うん、でんぐり返し、まあ、今の人は森でんぐり返しで森光子でんぐ、でんぐ熱でんぐ熱でんぐ熱の時期もありましたけど、そりゃ天狗だし、ね、うん、天狗ででんぐで森光子、うん、まあ、うまいこと言ってんのがなんかのゆくんちゃんはそういうなんかメディアの仕事とかあんの。いやもう最近はあれですね、CM 忙しいぐらいですね。 CM 更新されたんですよ、静岡の CM 更新して、なんだっけ、ションベンの番組、転職のション詰めです怒られちゃいますよ、これはね、転職の缶詰です、ション詰め、ション詰め、缶詰です、缶詰、転職の缶詰、転職のション詰め、そうですよね、関係者に誰かがチクってほしいですね。すぐ首に、怒られちゃう、すぐ首に、クライアントさんに怒られちゃう、クライアントで、はい、更新していくらになったの。CM ですよ、はい、一応 CM、 地上波の CM で、はい、更新していくらもらった。それはやっぱ1本ですよ、1本、はい、10ギャラ、CM のギャラですよ。おちょっと桁が違いますよ、桁が違う、はい、1000万とは、桁が全然違う。1本、はい、いくらだよ。1本は1万円ですよ静岡行って帰ったら足が出ますよあ、交通費は出ない、出ない、仕事だ、1本エキストラ、書き物、領収書には、うん、CM エキストラ料プロですけどね、私、事務所所属の。なんで来たんだっけ、話が。お母さんのコネでお母さんなんでそれ持ってたの。お母さんがフィットネスで運動してたら、広告代理店のお偉いさんがまた同じとこであれして、うん、ちょっと意気投合して、あ、みんな仲良し、ご近所話で、はい、そうです。それもうお母さん抱かれてるかもしれないですね、じゃあ気持ち悪いなお母さんのそういう想像したくねえですよ、したくねえね、うん、いやでも息子のためを思ってそういう風にしているかもしれないですよ、ね、もう年齢も年齢ですからまあでも同年代だったら全然いけるんじゃないですか、ね、考えたくもない、考えたくねえ、もっと常識のある話してくださいよメディア、メディアなんだから、メディア、メディアの鬼そういじけて、いじけて、いじけ抜いたらどんなんだって、諸君、いじけるのだ、いじけの先にメディアが待っているぞいじけすぎたら、うん、テレビが決まった実際そうだったよね、実際のそうですね、なるほどね、もういい、オーディションもういい、出たくない、出たくない、ただ、うん、ポンってきたんだ、ポンってきた、すげえな、うん、だから本当にどう超えるとマイナス思考もプラスになるのか、うん、ああ、なるほどね、うん、
マイナスかけるマイナスはプラスだと。そういうことですね。度を超えないとダメですね、うん、超度級、超度級のマイナス、超度級のいじけ、いじけ、もういじけすぎて、うん、もう発電できるぐらいです、うん、いじけ発電、いじけ発電、どうやって発電されるの、うん、それが掘り下げちゃダメ、掘り下げちゃダメ掘り下げちゃダメ、なんも出ないんだからそうん、わかりました、じゃあこれで、なんでですか、僕悪いことしてねえでしょ、あっ笑ってんのか、あの鳥の匂い立つカフェイです、この距離でも匂い立ちます、ありがとうございました。